上田市立図書館は、長野県上田市が設置する公共図書館群、上田市図書館条例に基づいて運営される。上田図書館、情報ライブラリー、マリコ図書館、真田図書館の4館のほか、上田創造館と武市公民館に分室がある。一部の資料を除き、上田地域図書館情報ネットワークに加盟している、周辺市町村の図書館や公民館図書室、 長野大学付属図書館等の資料の貸し出しや返却が可能である。移動図書館には上田図書館の山彦号、マリコ図書館の青空号がある。休館日、毎週月曜日、毎月最終月曜日、特別整理日、年末年始か月文庫内容は、か月自身の分類による37部仕立てで、計8569冊が入庫している。 庶民教育の部は大部分が、往来仏で代表的な資料に、慶安三年の提徳文集などがある。音楽の部は、主として浄瑠ボ本や長歌本で代表的な資料に、天下三年の藤戸の先人などがあり、教科では、木曜教科、歌謡では、長六本、和勘度英集、では柳なるがある。産業の部では、代表的な資料に、 聖徳二年の、要三育手鏡などがある。最も多い文学の部は、代表的な資料に、宝永年間頃の伊原三角、筆の初染め、元度二年の、本朝王院肘、岸川諸信の絵入り、菊枠高校物語や、正す物語、上京三年の加の部左衛門、江戸時課の巻筆などがあり、その他、小話本や気港本、百人一子関係の資料などがある。 共土資料には、品の国知伊佐型軍連票、踏り差し出し町、報復記、上田小地図、赤松小三郎自筆、耳袋などがある。休館日、毎週月曜日、祝日、特別整理日、年末年始長野県上田展示図書館、上田市が設置する展示図書館で、1955年に開館。明治30年の清年自盲人講習会を起源とし、 視覚障害者にも、健常者同様の読書と、情報提供を保障しようという図書館運動の展開の中で発展した。この展示図書館は、全国や海外に及ぶ、多数の登録読者層の読書要求に応えて、展示習得講習会、通信教育、盲導犬対応事業を中心とする訓練事業など、様々な活動を展開している。 ABCDEFGHI 長野県公共図書館外教上田市図書館条例平成18年3月6日条例第78号 ABCDE 丸山長野県上田展示図書館条例品の私学改編長野県民の戦後60年史 P279 から282008年ありがとうございます